どうも、ポテトンです。今回はデイメアのチャプター1に出てくる謎解き3種の解説をしていきます。まず一つ目がこのボタンを押していく謎解きなんですが、横にあるパソコンの画面を見るとこのように情報が表示されます。この画面がヒントになっていまして、これが緑になっているところを同じようにスイッチを入れていくだけという感じになります。では上から順番に CA のカーゴエリア、SS のサブマリンシャフト、 一つ飛ばして LA のラボエリア CR のコントロールルーム RH のレセプションホールでまた一つ飛ばして SR のサーバールームそしてもう一つのセキュリティールームこれで右側のレバーを引くと次に進むことができます二つ目は冷却装置の謎解きです これは周りに4つあるコンテナの温度を正しい温度に設定することで扉が開くというものです。正しい温度に設定するとこの赤のアラート表示が緑に切り替わります。まずは部屋2の4メモリを全て1に移していきます。 次に部屋ゼロ三のメモリを一つゼロ四に移します。そして最後に部屋ゼロ三のメモリをゼロにします。これで扉が開いて先に進むことができるようになります。続きましては三つ目の謎解きです。これはこの部屋の周りにある絵の正しい神の名前を入力するというものになっています。 キーボードが少しおかしくなっていますが、アルファベットの位置がわからない方は、隣にあるタイプライターを参考にしてみてください。一つ目の答えはカストルが正解になりますので、このキーボードでカストルと入力していきます。 そして二つ目はポルックスが正解になります。三つ目はゴールデンフリースが正解となります。 といった感じで3つ解くと先に進むことができます。仕掛けを解くとゾンビが立ち上がるので事前にリロードを済ませておきましょう。チャプター1の謎解きについては以上になります。では、またねー。